どんぐり FM。 どうも、なつめくです。どうも、なるみです。最近、外に出ないと、情報収集が何もできない。何も入ってこないのが一日終わるよね。うん。いいんだけども。もう僕ね、うん。Twitter、Facebook、アプリから消してる、アプリとかスマホから消してるんですけど、うん。ブラウザから行ってみる、でも、ちょっと、嫌だからログアウトするっていうのをもうずっとこの数ヶ月繰り返してる。入れなきゃいいのに、でも何もなくなっちゃうから、情報が。そうなんだよね。もう僕もね、Facebook のアプリはスマホに入れなかったんだけど、この1ヶ月はね、戻しちゃいましたよ。そうっすよね。うん。なんかそうしないとこう、情報がね、新しい情報、今までって人と会ってこう成り立ってたんですね。そうだね。人と会うとか、なんか外で何かを目にしてっていうのが多かったんだけど、うん、それがなくなると本当下界とのつながりが一切なくなっちゃうんだよね。いや、そうっすね。不本意ながら Facebook を見てますよ、僕最近。最近僕、うん。面白いポッドキャストを見つけまして。お、何何？今、なるみさんに送ったんですけど。はい。あ、これね、僕も知ってますよ。これは、これ注目ですね。怪談 FM っていうの？怪談っていう名前ですね。怪談っていうポッドキャストです。そうか、FM はないのか。ないです。はい。これはなるみさん、どういうポッドキャストなんですか？この怪談っていうポッドキャストはですね、僕の、あと夏目さんも知り合いの、カイさんっていう記者の方が、まあ、ライター、記者の方がやってるポッドキャストですね。あと、ウェブニュース記者の、薄田さん、はい、相方の薄田さんって方も、ウェブのニュースサイトの記者をやされてて、僕ももともとそのネットニュースの記者とかだったんだけど、その時のね、会社は違うけど先輩みたいな、同じ業界の他社の先輩みたいな人たちがやってるポッドキャストで、これすごい面白いんですよね。うん。まあ二人とも IT 界隈の記者なので、結構、ガジェットに関する話ですとか、あと、5G って何ですかとかね、そういう AV 機器とかにも関する話があって、僕結構これ役に立つんで好きなんですよね。うんうん。まだね、始まって15回ぐらいなんですけど、はい。1話15分ぐらいでなんか聞きやすいんで、割ととっつきやすいっすよね。夏目さんもこれ聞いてんだ。いいなと思いました。うん。これ僕聞いてたら、なるみさん、なんかお手振り出してた？いや、なんか夏目さんっていう人がお手振り出してましたよね。あ、そうか。じゃあいいか。うん、このさ、階段ってアンカーでやってんだよね。はい。アンカーってすげえ面白い機能があって、うん。声でお便り送れんの。へぇー。アプリで。例えば、そうそう、アプリで、アンカーのアプリを入れておくと、あと、ウェブブラウザーでもいいんだけど、この、例えば階段開くと、プラスメッセージっていうアイコンあるじゃないですか。うん。ここを押すと、音声でお便り送れて、で、もしこの階段をされてるお二人が、このお便り採用ってなったら、その音声をポッドキャストの中に入れられるんだよね。へえ、面白い。で、それに対して、ああだこら喋るっていうのができて、で、それやってるんだよね、階段の中では結構。へえ、僕たちもアンカーに配信しましょうよ。これって別撮りでやんなきゃダメ？ああ、別撮りだね。別にアップすればいいと思うんだけど。それはめんどくさいな。何かこの RSS っぽいって。逆にこのアンカーが、配信元になれるんですよね。そうそう、アンカーを起点として、ポッドキャストとか Spotify に送ることもできるんで、まあ、サウンドクラウドの代わりになるようなもんですね、アンカーってのは。うんうん。で、より使いやすいみたいで、最近アンカー経由でポッドキャスト始める人がすごい増えてますね、この階段みたいな。このアプリ良さそう。でも僕たち、サウンドクラウドに入れてるから、それ飛ばせた方が便利っすよね。まあね、サウンドクラウドからアンカーに飛ばしたいとこだけど、サウンドクラウドとアンカーって独競合だからさ。そっか。アンカーはサウンドクラウドからめちゃめちゃこのデータごと移転してほしがってんのよ。え、音声アップできるんですかね？音声アップできるよ。できるできる。じゃあ僕たちアンカーにも同じの配信すればいいんじゃないですか？そうそうそう。うん。それで全然 OK だけどね。それやりますか？やってもいいけど、アンカー自体に人がどんだけいるんやって話っすね。まあ、アンカーを使って聞いてるって人はそこまで多くないと思うんだよね。
じゃあ、あんまり意味ないかな。そう、あくまでポッドキャスト配信するためのサーバー代わりっていう感じであるから、サウンドクラウドとまあ大差ないだろうね、ユーザー数としては。うん。これ、しかもアンカーって読むのかどうかわかんないけど。アンカーですよ、これは。アンカーな。うん。多分、ポッドキャスト今やるとしたら一番簡単なのが、このアンカーか、あとラジオトークじゃないですかね。はいはい。ラジオトークも飛ばせるんですよね、他に。そうそう、飛ばせる。ポッドキャストに。それがいい気がするな。で、アンカー自体で聞いてる人ってあんまりいなさそうだから、でも、ラジオトーク聞いてる人はいるじゃないですか。そう、ラジオトークあのサービス社にファンがいるからね。そういうのがいいですよね。うん。まあ、ラジオトークはなんか12分とかね、いろんな決まりがあるから、うん、ここに馴染むような感じだったらラジオトークでやるのがいいかもね、ポッドキャストとか。うん、うん。うん。アンカーはね、やや癖があるね、やっぱりね。海外サービスで。お、アンカーなんかあれだね。投げ銭みたいなのもできるんですね。あ、そうなんだ。アンカーはね、結構進化が早いんすよ。スポティファイに買収されて、頑張ってる感じですよね。ほんとだ、これ便利そうだな。うん。あ、なんかほんとだ。切り替える、アンカーに切り替えるっていうボタンがある。そう。すごいっすよ。アンカーを使ってみようとすると、サウンドクラウドやってますね。こっちに切り替えませんかっていうのがね、ガンガン来るんすよ。へえ、すげえ。ポッドキャスト配信元になりたいんですよ、アンカーって。ほんとだ。だって僕たち年間結構数万円サウンドクラウドに払ってますけど、こっちは無料だぜってめっちゃ言ってる。で、あと、収益化もできるよって。うん。へえ、これ切り替えのページはやばい、秀逸だな。うん。はあ、知らなかった。ポッドキャストで思い出したけど、前回、再生が1000から2000ぐらいだなって言って、ツイッターで、あ、そんぐらいなんだっていう投稿がありましたが、うん、少し訂正させてください。あれはサウンドクラウドでの再生です。ああ、いろいろ足すと思っていくのか。うん。Spotify や、あと、なんぞや。ボイシーか。ボイシーさんだったり、ラジオトークさんだったり。なんか全部を合算すんのがもうわけわかんないね。ね、iOS の、ポッドキャストアプリ、Android のポッドキャストとかで合算すると。あと、ノートもあんのか。あ、そう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 。そうすると、まあ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 、1個2000だとして、みたいな、そんな感じですね。配信先が増えてきたな。YouTube も出てくるしね。うん。うん。把握しておりません。はい。何かでも把握するツール作れそうだけどな。最近ね、Google Podcast がアクセス解析のツール出したんだけど、あれはあれでね、Google Podcast しか取れてないんで。いや、だからツール作れそうだなと思って。配信してるポッドキャストを、ペイ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 って貼って解析ってやったらそれら全部の PV とか UE をガッチャンって出すのはできそうだなと。やってほしいよね、どっかね。やってほしい。そうじゃないともうこれさすがに見に行けない。うん。ちなみに階段は何が好きなんですか、夏目さんは。何が好きって、もう素晴らしいポッドキャストじゃないですか。そう、僕これで言いたかったのが、なんかね、これ聞いてたら僕の口癖のことを言っていて、はい。第15回、階段第15回、なーにこれはっていうのがありますね。はい。これ、俺もこれ聞いて笑っちゃったんだけどさ、割とヘビーなお便りが来てんのに、夏目さんが毎回、なーにこれはって軽く扱うところが面白いって言ってましたね。確かに言ってんなと思って。言ってる。うん。確かに言ってるわ。もうこれね、なーにこれはじゃなくても何でもいいんですけど、うん、僕、お便りの内容をちゃんと、なるみさんが読んでる間聞いてないので、さまって教えてもらうって。うん、そのために聞いております。そうそう、第15回と14回かな、うん、ぐらいが、この階段。ドングレヘムのことを話してくれてるんですよね。そうなんですよね。第14、15で。2回にわたって。はい。ありがたいですね。ありがたい。リンク貼っておくので、ぜひ、ドングレヘムリスナーの方は聞いてみると。いいかもしんない。そうっすね。うん。なーにこれはのやつだ。俺すげえ笑っちゃったわ。よく聞いてんなーって。うん。こうやってね、ポッドキャストやる人増えてきてません？いや、ほんと周りで増えてるよね。あと、うん、いろんな企業もポッドキャスト番組とか持ってるし、うん。あとメディアも始めてるよね、いろいろね。うん。例えばどこがやってます？いや、もうめっちゃたくさんあるよ。よく見るんだけど、例えばなんだろう、ハフィントンポスト今ポッドキャストやってるかな。あとニュースピックスもやってるし、あとニュースピックスが
買収したクォーツもやってるかな、はい、新しいメディアは全部やってるかな、あとビジネスインサイダーとか。へぇ、うん、その辺はもう当たり前のようにやってますね。バズフィードは？バズフィードはもう10年前に始めて特に撤退してるっていうね。一周二周早いんですよ。今じゃね？なんかね、海外でね、めちゃめちゃ バズフィードポッドキャストやってて、結構前から。うん、で、まあ、あんま多分儲かんないと思うんだけど、やめてますね、すでに。そう、だから今じゃね？その時は早すぎたんですよ。ね、またやるかもね。わかんないけど、まあ、もしかしてもうやってるのかもしれないけど。うんうん。すげえたくさん番組やってましたよ、バズフィード US は。へー。うん。まあ、YouTube とかもやってましたしね。そうだね。うん。あと、いろんな普通の会社、例えばなんだろう。まあ、メルカリとかやってるし。うん。あと、なんだっけな、ヤプリっていう会社。はいはい。やってましたね。アプリを簡単に作れるとか。そう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 。うん。そういう B2B の会社もね、やってるし。B2B の方がいいのかもね、うん、なんか。まあ、目的次第ですけど。うん。僕結構おすすめ派で。うん。僕は社内法を作ればいいんじゃないかなと思ってます。ああ、そうだね。社内で聞くようなもの。うん。で、それを非公開にしてもいいし、公開しても何でもいいんですけど。うん。例えばリクルートだと社長が何考えてるかとか、もう1年に1回、正月にメール届くんですけど。うん。そういうので抽象度上げるしかないんで、1年に1回とかだと。で、社員が3万人いたりすると、うん。変化を、求めて頑張ろうみたいなことしか言えないんですよ。まあね、そういうでかいぼんやりしたことじゃ言えないよね。そう、それを例えばなんだろう、息子がうんちしたみたいな、わかんないけど、そういうのをね、社長の言葉で普段ポロポロ喋ってくれたら、はいはい、そうだね。しかも社長とか偉い人ってまあ忙しいわけだからさ、うん、テキスト書く時間ないじゃん。ない。だから一緒にタクシーに乗ればいいだけだから。そう、スマホでサクッと収録しちゃえばいいんだよね。そうそう、今の役員会どうでした？うん、それやる社内の新聞記者みたいな人がいて、その人のセンス次第で、うんうん、めちゃくちゃ面白い気がする。確かに社内法をテキストで書くためにインタビューとかするとめちゃめちゃ大変だからさ。で、しかもなんかね、でかい会社だとね、うまいこと言おうと編集しちゃうんですよ。そうだね。うん、そういうんじゃない。はいはい、そうそう。確かにね、ポッドキャストはね、すごい使いやすいよね。うん、なんかスマート HR とかすげえやりそうだなと。あー、やりそう。結構やってそう。そういうイメージやってそうだな、すでに。やってそう。っていうふうにやってそうだなっていう会社増えたし、そういう会社やってんすよね、すでにね。はいはい。っていうのは今年すごい増えんじゃないかな。ね。うん。なんかこのコロナ期間で。そうだね。あと僕らもなんか割と相談受けないですか、ポッドキャストどうやればいいのみたいな。結構聞かれるんですよね。それなるみさんいろんなとこで言うじゃないですか。うん。僕ほぼ一回もないんですけど。あ、そうなの。なんでだろうね。夏目さんの方がむしろポッドキャスト のオンハウ溜まってるよね、俺よりね。うん、ほぼじゃないな、一回もないわ。へえ。僕めちゃめちゃあるんだよな。いや、単純にそれはね、お友達の数だと思います。お友達の数か。ぜひポッドキャストやってみたい方は夏目ぐ、なるみ、どちらかにご連絡ください。待ってます。